毛利元春は南北朝時代から室町時代の秋国の国人、秋国吉田どころ自頭職。祖,祖父、父親の代官として足利高氏に一貫して従った。その中勤により、13歳で元服した際には足利家執事高氏家の兄弟、死体から一時配慮し、死親と名乗ったに死体が没落して、以後は元春と改名。祖父の定地下 父の親子は南朝に従って、越後国南上層にて活躍し、一族で対立することとなる。後見役の時親はそうした騒乱の最中の南朝、広告2年、北朝、略王4年に没し,し、秋国吉田所の支配は、元春が引き継ぐことになった。元春は19歳で家督を相続し、郡山殿と呼ばれるようになった。 南朝方の一族を敵に回して勝ち残った元春は九州丹大今川領春に従って九州へ下校して北朝方として戦いを繰り広げることとなる一方敵対関係にあった父親孝が九州の南朝方勢力数王国の大内広世などと結んで九州出陣中の元春の領地へ進行した南朝厳中2年 北朝、四徳二年に、着子、公房が、秋国際上にて打ち死にするに及び、孫の光棒に後を継がせ、その成長まで貢献することとなる。元春の大前後から諸子家が派生し、兄弟の坂氏、有富氏、諸子の浅原氏、中馬氏、福原氏などが生まれている。また、坂氏から、さらに、勝良氏、 三永氏、支持氏士などの所流家が生まれ、内交と協力を繰り返しながら、後に、戦国大名としての毛利氏を支える一門家臣となっていく。転居は、毛利氏へ文書書集、毛利元春自筆事書起案。このことが、死体の子、支部に始まる、国志氏が毛利氏の家臣となるきっかけとなったとされる。ありがとうございます。